はい、シロです。今回の話題はですね、電化寿命1000倍、有機太陽電池の究極構造を実現という話題なんですけども、これ正直言ってですね、ちょっといろいろ調べたりしてみたんですが、ほとんど理解できない内容だったんですね。じゃあなんで動画にしてるのかっていうと、まあ、私がこういったことを話すことによって、あ、そんな話題が出たんだっていうことでですね、理解できる方もいらっしゃるかもしれないかなという期待を込めて、本文だけをね、中心に読んでいこうかなと思っております。いつもの通り、なんかね、いろいろ脱線したりっていう話はあんまりないかもしれませんけども、ちょっと読んでいきますね。京都大学らの研究グループは、周期性の最高空間を持つ多構成物質を利用することで、有機太陽電池の究極的な理想構造とされていた構造体を実現。有機太陽電池をはじめとするエネルギー変換デバイスの高効率化に貢献する成果だという。全然わかんないです。もうここからでわかんないことが結構出てきてたんですけどね。でね、調べてもね、意味がわかんないんですよ。なんか実験とかしてね、なんか構造が本当に目の前に見えてわかんないと、なかなか私の場合理解できないのかもしれませんけどね。まあ、どんどん読んでいきますね。京都大学の研究グループは、2018年4月、物工と師範学校 ENS の研究グループと、協力し、周期性の最高空間を構造内に有する多構成物質を利用することで、これまで有機太陽電池の究極的な理想構造とされてきた。2種類の異なる分子が規則的かつ交互に配列した構造体を作り出すことに成功したと発表した。有機太陽電、へーって言っててもあんまり理解できてませんよ。有機太陽電池をはじめとするエネルギー変換デバイスの高効率化に貢献する成果だというということですね。有機太陽電池は光によって電子を放出し、プラスの電荷を帯びるドナー分子と、電子を受け取りマイナスの電荷を帯びるアクセプター分子で構成される。これらの分離された電荷は電流の担い手となるが非常に不安定である。発電効率を高めるでしょうね。ためには電荷分離状態を効率よく作り出し、長く持つことが重要で、そのためには2種類の分子をどのように配列するかがポイントになるということですね。ということです。これまで相互貫入型構造と呼ばれる、まあ、こちらの方に整列されているやつだったんですけどね。ドナーとアクセプターが規則的かつ交互に配列した構造体は、高効率に長寿命の電荷分離状態を作り出せるため、有機太陽電池の材料として究極的な理想構造であるとされている。しかし、一般的にドナーとアクセプターはランダムに混ざり合ってしまうため、ああ、こんな風にですね、その配列を精密に制御することは難しいという課題があった。一方、研究グループは以前から高分子を多構成金属索体、MOF の最高空間内に拘束することで、高分子差の配光方向や集積数を分子レベルで精密に制御できることを見出していた。MOF は構成要素を適切に選択することで、最高のサイズや形を合理的にデザインでき、さらに様々な高電子機能部位を骨格中に規則的に配置させることもできる。そこで今回、アクセプター部位を有した MOF とドナー製の高分子を複合化し、MOF の骨格構造を反映したドナーとアクセプターが分子レベルで基礎的に交互に並ぶんで、ね、ちょっとね、これ、ね、ちゃんと読んでから出してほしいですよね。構造体、MOF ポリマーナノハイブリッド材料の作成に取り組んだ。MOF はチタンイオンとメチレンジイソフタール酸を混合し、酸化チタン部位を有するものを新たに構成した。この MOF は構造解析の結果、ごく細い物質構造である酸化チタンナノワイヤーと有機部位で構成され、整列した一次元ナノ空間を持つことが分かった。高電導度測定を行ったところ、酸化チタンナノワイヤーの太さは1ナノメートル以下と極細でありながら、太陽電池材料として注目されている酸化チタンと同様の良好な高電導性を持つことが分かったという。次に MOF の一次元ナノ空間内で、ドナー性高分子であるポリチオフェンを合成し、ドナーとアクセプターが分子レベルで規則的にかつ
交互に配列した構造体で MOF ポリマーナノハイブリッド材料を作り出すことに成功したということですね。こういうことらしいです。さっきのね、こういうふうにランダムな混ざり合いがこういうふうになったということですよね。それはなんとなく理解できます。はい、合成した構造体の電荷寿命は研究グループの調査によると1ミリ秒を超え、これはこれまでの、これまで報告されているものよりも約1000倍長いという、これは MOF ポリマーナのハイブリッド材料より、長寿命電荷分離状態を作り出し、電荷が飛躍的に安定したためとしている。研究グループは今回の成果について MOF の骨格構造を反映させることで、トナーとアクセプターの集合状態分子レベルで合理的かつ緻密に作り出すことができることを初めて実証したとし、有機太陽電池などの高電子デバイスの高効率化に向けた材料設計の有用な指針になるとしている。今後は MOF、ポリマーナのハイブリッド材料を用い、実際にデバイスの作成に取り組む計画だということですね。まあ、とにかくこの構造体ができることによって、長寿命が実現できたということですね。途中の言葉ですとか意味っていうのはあまり、というかほとんどわからないですけれども、まあ、電荷寿命ですよね。負荷がかかった寿命が1000倍ということですね。有機太陽電池の究極構造ということで、まあ、太陽電池に関する部分のようなので、まあ、ここが寿命が伸びるということですね。パネルの寿命が伸びてくる可能性が高いよっていうところでも意味が通りますよね。やっぱり、ね、太陽光発電っていうのは、そういった意味ではどん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 よりですね、長寿命化してくるし、それだけじゃなくてコストもだんだん安くなってきてるっていうのは今の状況なんですよね。だから、より設置しやすくなりますし、この長寿命になってくるっていうことはメンテナンスというかですね、パネルを入れ替える時期というのがだいぶ先延ばしになるっていうところでも言えますよね。はい。まあ、それぐらいしかちょっとわからないんですけれども、はっきりしたことはですね、この辺は皆さんの、知識レベルとかによって全然、この理解度が全然違うかなとは思うんですけども、本当にね、私申し訳ないんですけどね、ちょっと文系の人間なんで、正直こういうところはですね、非常に苦手なところではありますけど、まあ、とにかく寿命が伸びる可能性が出てきているよというところはわかりましたんで、それがね、実際に製品にこう出てくるまではもうちょっとね、時間かかるよっていう話でしたね。これにね。実際にデバイスに作戦に取り組む計画だっていう、計画ですからね、まだね。実際に作られてないのかもしれません。はい。まあそんな感じです。ちょっとね、ゆるい動画ですけど、まあたまにはこういうのもいいかなというふうに思っております。まあ、なんかあればね、細かい説明をコメント欄でいただければ助かりますけれども、ニュースっていうのはですね、どういうふうに読み解くかっていうのはその人のレベルで全然変わっちゃうと思います。で、私のようにですね、全く理解してないようなこうレベルでもですね、そういう電池が出るんだと、太陽光の発電のにとっていいものが出るんだっていうふうに理解できるだけでも全然私は違うなと思ってますので、そこら辺はね、細かいことはちょっとあまり気にしないというふうに、しておきます。はい。細かいところが気になる方はね、どん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 これに関係する書籍ですとか、ニュースどんどん入っていってもいいと思いますし、まあ、ここにはね、ちょっと今回は、サイトというかですね、URL とか載ってないんですけども、まあ、京都大学のホームページとかいろいろ調べていけばですね、わかると思います。はい、最後までね、こんな緩い動画を聞いていただいてありがとうございます。普通はね、多分途中で、とっくにやめちゃうと思いますけども、私だったらやめちゃうかもしれないんですけども、でもね、こういうところを理解できるなっていうのは結構大事な、理解というかですね、ある程度でもいいんです。ほんのちょっとでもいいんです。そういうものが出るのねっていう形で、考えていただければいいんじゃないかなというふうに私も考えたりするので、何を言ってんだかちょっと私も最後わかんなくなっちゃいましたけど、まあこんな動画をですね、本当に最後まで聞いていただいてありがとうございます。今度はね、ちゃんとなるべく分かりやすいように、自分自身も理解して、ちょっとお話できるようにしたいと思います。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。